言うとは携帯も選ばんとダメだね。はい、こんにちは。アンサーの時間です。私、あらか進行していきます。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginawan.com。 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube の音声と映像のネット発信をしています。よろしくお願いします。ということで、クリスマスになりました。なんて言うんだっけな、メリークリスマスか。メリークリスマスの朝ですね。本当によ。子供たちは嬉しい朝じゃないですか。朝から騒いどる。ね、絶対テンション上がりますよ。懐かしいな。もう学校よりプレゼントだね。なんなら早起きしますからね、子供たちは。こういう時だけよ。でも本当にね、自力で起きる。唯一の朝だったような気がしますね。いや、あとあれよ、弁当の日。何の日？弁当。弁当？弁当を作る日。ああ。つまみ食いをするために起きる。なかなかね。日曜日と祝日の朝とはい。クリスマスと弁当の日。うんうんうん。誰よりも先に起きやっぱり子供たちもね、ドキドキするから。る。だからよ、起きて。サンタさん来た？どんな？起こされるのかな、親たちは。なんで今寝る？早く起きれっていつも言ってるさ。お前たちいつも寝てるだろうが。ということで大騒ぎしてたね。プレゼントもたくさんあったからね、今年は。喜んでて。いくつあるかな？1、4つくらいあったはずよ。いいなー。いいなーって言う年でもないけど お母さんがいるさ、そうですね、願っておおこう母かさんな。にね、クリスマスとか洋服買いに行こうって言ったから、これちょうだいって言ったワンチャンあるかもしれないですね。ら、大丈夫、ちゃんと準備してるよ。準備してる？おお。大丈夫よ、仕方ないねって言うさ。そっ自か、楽分、しい季節だな。そうそう、洋服とか、ねえ。何年また、自分はまた洋服にこだわらんからさ、3円とかでさ、洋服を適当に買ったわけさ。チノ、何年、チノパンっていうの？ジーパンではない、ラフなズボンと、何年、ジャージと T シャツを買って1万3千円ぐらでも3着でね、だいたいそれい。くらいなら、1着ずつが安いんだよ。ね、だっ3000て、円ぐらいってことかな。2着ずつくらい買ってよ。あ、そうなんで3す着か？ずつか。ラッキーと思ってから買ってた。いいなぁ。だから、本当に自分のことに無頓着っていう。昔からですか？そうだね。じゃあ物欲ってあんまりない方？ある。あるあかるけい。ど、洋服にはあんまりなじゃああれですか？車とか？自分も車が変わってる。最新の欲しくない人。なんかいますよね。たまに周りの男の子で言うでしょ。何こんなボロクソに乗ってんのみたいな。たまに今古着も流行ってるじゃないですそうか。あんな感じかな。ちょっとヴィンテージものとか。そう。それでもだよけ。はたい。だの3円とかで言うわけ。3円丸円で言うわけ。あ、それは洋服でしょ？洋服。車、車。車は、そう。要はヴィンテージ。誰かが使ったとそう、か。本当はジープに乗りたい。でもジープは高いところ、高いやつですよね。あれかっこいいですよジーね。プの屋根付き。屋根付き？で、自分が持ってた、20代の時に持ってた時にさえ200万超えてたわけ。もうじゃ今絶対。200だから今も500、600。ね、倍しますよね、車きっと。ベルファイア買えるぐらいじゃないか。もしかしたら、スカイライン GT-R が買える。わあ、嘘。本当に。で、それを通り越えると、センチュリーの新車が買えるぐらいまで行くと思う。じセンチゃあ、ュリーの新車って1000万ぐらいするからさ。高フェラーリの安いやつ。多っ。分、あれぐらい買えるぐらいのものもあると。本当に、物が良かったら。買っとけばよかったかなって思うけどな。の時？ちょっと無理してもさ。今更だけど。
今更確かにもうあの頃の値段はもう見れないですからね、車。そう、屋根ついてるから、あとエンジンだけさ、はエンい。ジンかデイジーも単純だからあれ。ジープですか？ジープわからんでしょ、ジープの戦車。笑うよ。だって部屋の、この車の中に水をバーンって流すんだよ。こう、ホロがついてるものとかは、こう、自分とかも、バケツ2個持ってか、どこどこどこって歩いてから、こう、車の中に思いっきり水をバーンってかけるわけ。壊れないんですこう、だっか？て、鉄板だもん、全部。で、全部鉄 板なその？ばで、マークツーのってお人が、うーん、びっくりしてくれ。自分の方見てから、うん、ってから去っていくわけ。そりゃそうだよね。だって綺麗にもピカピカにもこの、わかる？乗るところの、この下、足がつくところも綺麗にもピカピカ磨いてるそば、自分のドーンですね。ほうきでバシャ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 って。あ、マジですか。これバカじゃないか。この若いやつは車の洗い方、うん、大丈夫。ってからさ。それが面白かった。そんな大胆な洗い方するんだ。そう。で、話はそれるんだけど、この、ジープ持ちの人によ、やっちゃいけないことがある。車の中までワックスをかけるな。なぜかわかる？滑るとか？その通り。へえ。後ろに荷物取ろうとして、そこは？うっ！ケタケタ笑ってか、やばい、ワックスかけて上等なんだけど滑るぜって、当たり前じゃないですか。やったここう、とはない。やった。やったんだ。 経験者二は。度かけ。二度かけしかも。それも暇だったから二度かけ。もうピッカピカにしてから、よし、車内までピッカピカにしてやろうぜって言ってから、後輩はもう車の外をきれいにピカピカにするわけ。そばで来てから、初めてですよ。車の中までワックスかけてる人。試しにってことですか？これ2、3回かけええー。た。かけてた。初めて聞いた。そう。だホロ持ってる人のあるあるよ。いや、なんか結局中もさ、鉄板だからさ、錆びるんだよ。で、ほこりも落ちるから、一応定期的に一応ワックスはかけた方がいいんだけど、ほどほどに。っていう話。そっか、じゃあ気をつけてください。 で、ジェッターってあるさ、ジェッターバーってやるの。あれでエンジンの中を、ツーストエンジンは洗ってもよし。意味わからんでしょ？エンジンの中をホースでバーって鳴らすんだよ。怖いですね。もうでも昔のツーストのエンジンは平気だわけ。防水ってこと？ほぼ、だって海の中も走るもん。川の中。平気な車だから。そうなんですね。その分うるさい。走らない。じ無ゃあ、あ駄にパワーがある。れですか。もしね、申請して、普通だったら車壊れるじゃないですか。あれ大丈夫ってこと？川渡りできるわけ。すご。ジムニーのなんか動画見てごらん。マニアックなやつ。ロシアとかにあるよ。ロシ川？アとかのはツーストとか多いわけ。ツーストエンジンって、要はガソリンだけど、ガソリンとオイルで動くわけ。で、もう本当に単純だから。もうアナログだわけさ。もう黒電話ぐらいのエンジンだわけ。だから、濡れても気にしない。だから、停電とか黒電話平気さ。それと一緒で濡れても気にしない。たすごだ、いですやりね。すぎたら壊れるんだけまあ、ある程度は大丈夫なんだ。ど。燃費で、が悪いから、そのエンジンあんま使われなくなったとかですか？もう、生産されてない。もうないんだ。だって、今の時馬車歩かんでしょ。車でいう馬車はツーストエンジンだわけ。なるほどね。でも、これ、ロシアとかではまた使われてるわけ。ロシアは寒いし、川がたくさんあるさ。山があるさ。だからそういうエンジンがまだ今だけ現役だわけ。その最新のエンジンとかが生まれてるわけ。すそうごそう。っていうマニアックな話。なんで、サンタさんか車にら。なってしまった。何分だい？今もう7分ぐらいか。じゃあ、あと3分ぐらいだね。で、とりあえずこのプレゼントの中身なんですけど、もう選ぶのが大変。子供たち用に。うん。
なるほど。やばいよ。でも、総額4、5万いってないかな。いろんな人からええー。買ってもらって。あー、もらってっていう感じですそう、ね。多分4、5万いってるはずよ。すごい。大喜びじゃん。あ大喜び。多分今だけよ。あ、もう今からだね。れですか、誕生日とはかけ離れてる？クリスマスは。別もんだね。ああ、なんかたまに私の友達とかうん。でクリスマスの日が誕生日の子がいたんでそうすよ。そうそうそう。もうダブルですよね。もうで、ブッ一キン緒グ。に配信。一個になるわけ。そう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 。だから大体、私、クリスマスプレゼントもらったことがない。もあらったでしょ？あれ、誕生日プレゼント。ー。なんで欲へー。しいって言わんかった。あげんかったさ。って大体親子喧嘩になる。素直に言えばる。いいさ。はいはいはい。プレゼント一個で済ましたかったって。子供分かってんだからって。自分の友達がそうだわけ。あ、そうなんだ。そう。ね、プレゼント俺は1個しかもらったことない。クリスマスプレゼントもらったことがないっうて、ん。ずっとこねてかわいた。そう。でもごねるよな。だってね、1年に2回でもそらう人が1回でね。う。もうね、一番誕生日かけて喜ぶ人、うん。どの年に生まれた人かわかる。えー。よく考えたらわかる。よく考えたら。6月とか？365日でしょ？はい。それが何年かに一遍。2月20何日とか？29？そう。うるう鱗年。年？喜ぶの？うるう年の人は、うるう年で2月29日が来るでしょ？はいはいはい。どのくらいテンション上がるかわかる？俺誕生日ってわ。去年誕あ生日だろ。あれ28日、俺は生まれてね。ー。どうなるんだ2ろう？月29日、やった！まだ5歳。確かに5歳だよ。5歳だけど、お前20歳だろ、もあれ、何年に1回来るんでしう。たっ4け？年だっ 4 た？年か。なんか何年かに。これってだから、29？ 12歳になっても、まだ3歳？ 4 歳？うん。うん。3 歳？そうそう。っていう。ええー、ね、くしゃみが出る。ということでね、はい、くしゃみしやした。で、高校生の頃かな、友達の知り合いなんだけど、自分と、本当に喋らないよ。赤の他人みたいになる男が、この自分の誕生日が来た時あったわけ。2はい。月29日、うん。笑顔で自分に話しかけてきた。誕生日来たってば、よかったね。いつね、2月29日、それはよかったね。おめでとう。またいつ来る？ 4 年後って。うん。悲しくないのかな？楽しみって。楽しみなんだ、4年後が。楽しみだけど悲しいって言ってた楽しみだけど、まあ複雑なんでしょうね。しい。それと、第2位が、早生まれと遅生まれの間に生まれたいと。というと、4月2日。なん4で？月1日までが早生まれさ。はい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 。4月2日が普通さ。はい。4月1日の11時59分59秒とかさ。はい。どうなると思う？どういうこと？早生まれ。早生まれ？になるってこと？うん、早生まれになると免許が取れんわけさ。取れないの？間に合か？わないさ。そういうこと？そう、自分も早生まれだから。免許取れないのですか？だって、免許取るのも、成人、就職してじゃないと取れないさ。高校生の頃にみんな取りたいさ、ね、免許とか。はい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 。取れん。18？ 18になったら取れるんじゃないですか。そう。4月2日生まれとかは、普通に高校生で免許取ってから運転とかできるさ。はいはいはい。早生まれできんわけよ。できないとかあるんだ。うん。それが嫌らしいわけ。はい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 。やっぱ早く取りたい人は早く取りたいでうん。すもんね。自分の同級生って言っても同級生じゃないからね。一つ上だからね、みんな。基本。今47でしょ？同級生って言っても48だよ、みんな。なるほど。だからそう考えたら結構
同じ学年だったとしても差がありますよね。そう、あ特にる。ちっちゃい子は。ちっちゃい頃は差がある。ね。まあ、子供によるけどさ。はいはい。っていう。ね、うるう年が1位で多分、早生まれの境目の4月1日生まれが多分、いや。で、次は正月とクリスマス生まれか。めでたい席を同時に誕生日も祝わされて、はい、はいプはいはい。レゼントがないという話。クリスマスに何を言ってんねということで、曲お願いします。曲が、今日はね、クリスマスなので、きよしこの夜、少年少女合唱団が歌うクリスマスソングを流したいと思います。本当にね、なんで木の下。アカペラや、これ。あと、今、この曲が3分ぐらいだから、CM 入れ CM 入れて、多て、分ちょっと話した多か分2、3分とかです。ら。あと？CM 終わり？ CM か？ CM 終わり。4分あるか。4分あるか。まさかそんな話してたんだ。今もう16分とか言ってます。16分。本当だ。さっき6分だった。収録になったんだもんね。収録？もう深夜枠に入ったもんね。はいはいはい、そうですそうです。おはようございます。いったね。メリークリスマスって言ったね。本当は明けましておめでとうか。次は元旦も月曜日でしたっけ？そうなんね。ですわ。みんなど真ん中。CM に行きまーす。寒いですね、ちょっと。大これ丈止め夫。ます。ちょっと上ちょっげとて。開けて。ね。やっぱ指荒れてるね。指。指？昨日皮膚科に行ったんですよ。なんか乾燥で、体中にブツブツができちゃって。で、最初虫刺されかなと、虫ちょっと上がか。りますね、曲終わって。はい。ということでですね。クリスマスの話をちょっと戻さないとクリスマスじゃないので。最近のクリスマスのプレゼントってどんなものかっていうのが、なかなか中はい。身がえぐいんですけど。子供たちのプレゼンすト。ごいよ。なかなかね、おもちゃ屋さんに行く機会がもう大人になったらないので、子供いないと。でも、甥っ子とかね、甥っ子からそう、何欲しいって聞いてみたんですよ。そしたらなんか今、その甥っ子たちの中で、小学校低学年なんですけど、ポケモンが流行ってて、で、そのポケモンのおもちゃが欲しいみたいな言ってて、で、値段調べるじゃないですか。1万ぐらいして。高ーみたいな。だから今のコツはね、はい。とりあえずは考えてみるってやったああ、ほうがいい。
分かったって言ったらアウトだよ。はいはい。ああ、考えてみるね。調べてみるね。うん、うんうんうん。これ買って、うん、調べてみる。って言われた。はいはい値段はい。見たら、多分、ああ。ね、おもちゃってこんな高いもんなんだ。ね、びっくりしました。いや、物自体は高くない。キャラクター代よ。ああ、まあ、メー特カー許、の。特許。人気だからな、確かに。うん。だって、例えば、このポケモンの絵がついていはるい。うパソコンっていうん。の？子供用パソコはいはい。ン。内容かポケモンっていうだけで、はい。3万とかいくわけ。でへも、普通の人気ないものだったら、1万8000とかさ、え。2万とか。そのぐらい差がある。やっぱり、そのね、ブランドというか、の力そう。すごいですね。アンパンマン一番高いぜ。あ、そうなんですか、意外。アンパンマンの滑り台と普通の滑り台比べてみ。アンパンマンがあるないだけで34000差がある。という、なんで値段の話 じゃあ、おもちゃのね、相場分からなかったから、たかがやばい。夢 の ない夢の対な話い。をしている。で、とりあえはい。ずサンタさん。ね、うん。いつまでもいるので皆さん信じてください。多はい。い分このラジオ子供聞かん方がいいで。や、起きてないことを願いますそうでね。すね。大人だけで 大人わだいけわい。のサンタさんでいいと思う。もう時間だね。はい、とそいろそうろ。ことで皆さん、はい、サンタさんお疲れ様でした。今度は夜までサンタさんやって、明日からは正月です。明日じゃで、ないでしょ。じゃが、来もう週から？明日から、このあ、ク気リス分マ的スに？終わってからね、あ、なるほどね。その次の日からは、はい。もう年末年始の準備なので、やだー。心を入れ替えて頑張ってくだ無理ー。さい。ということで 皆さん、また仕事いってらっしゃい。さようなさよら。なら。よし、一回終わって。